リス・ゴーティー。1934年の写真。リス・ゴーティーは、フランスのシャンソン歌手。情感あるアルトの声を持ち、パリのミュージックホール、アベセの花形として活躍した。日本ではとりわけ、パリサイが、ルネクレール監督の映画、パリサイの主題歌として親しまれている。本名は、アリス・ゴーティー。1908年、パリ近郊のルバロワ・ペレに生まれる。父親は、 自動車修理工で家は貧しかった。ゴーティはデパートの帽子売り場で売り子をしながら歌を勉強した。当初はクラシック音楽を学び、次第にシャンソンに傾倒するようになる。パリでデビューするが、1920年代はほとんど無名だった。この頃、ゴーティのマネージャーをしていたガストン・ウレネールと結婚。ゴーティの才能を見出したのはキャバレー、シェフィシェのトルコ人経営者。 ニルソン・フィッシェでゴーティの初レコーディングはフィシェ作曲による夢の楽園である。1932年4月に録音した海賊の花嫁が同年度ディスク大賞を獲得する。これはクルト・バイル作曲の舞台作品三文オペラ中の楽曲であった。1933年ドイツを離れてパリに滞在していたバイルはゴーティのためにセーヌの嘆き。 あんたを愛していない和を書いた。このほか、パリ小石や、杉ゆく橋家などで人気を確立する。1934年から、プアソニエール大通りにオープンしたミュージックホール、アベセの初代看板スターとして出演。同年、クレイユクミナトがヒットする。さらに、フランス6人組の一人、アルティールオネゲル作曲の、艦隊の歌、イザリの歌も歌った。1938年、 映画、流しの女演歌詞に主演。翌1939年には、南米公演を果たして喝采を浴びる。しかし、第二次世界大戦が勃発し、ステージ活動に制約を受けることになった。戦後は、アランブラで歌い、カジノモンパルナスでオペレッタ、私の女演歌詞に出演するが、その後は、第一線を退き、ニースで音楽塾を開いた。ありがとうございます。